幼虫糞虫微生物ドルクサンタイオスです。はい、皆さん4分ぐらいの、時間なんでね、最後までお付き合いいただけたらなと思います。はい、早口でも言いますね。左側、これアンタイオスの LS っていう産地らしいですね。で、これお客さんにね、店内のお客さんに糞を両方とも提供してもらったんですよ。で、これは産例初期からまあ中期に差し掛かったいうぐらいですね。菌糸の中で反芻してた糞です。ただし8ヶ月ぐらい経ってましてね、1400の瓶の中で、でちょっと乾燥気味でした。で管理温度は16度、見た目は非常にちょっと乾燥してるなという感じでした。で右側の方、サディアです。産地がね、で産例のまあ中期ぐらいですかね、これも菌糸の糞です、反芻したね。幼虫の大きさとしては 20g か 25g ぐらいですかね。両方ともむちゃくちゃそんなに変わりません。で、3ヶ月半ぐらい経過してた感じですね。この右側のやつはね。ですんで、乾燥してるなっていう印象はそれほどなかったです。で、もちろん幼虫のね、反芻能力とかいろいろありますんで、で、瓶の状態ね、もちろんありますんでね。すべてをすべて、一概ね、この映像を見ただけで、何もかも全部判断できるわけではないんですけれども、もう見るからに皆さん、右側の微生物の密度が非常に多いでしょう。酵母であったり、原生動物であったりとかね、いろいろあると思います。で、この左側ね、今ちょっと大きく茶色く映ってる部分は、まあ、糞の固形の部分ですけれども、右側が今ちょっとね、拡大してみました。ちょっと暗くなったんですけどね、拡大してみまして、なるほど、もういろんな微生物がね、もうわんさかいるのが分かります。もちろん左側もですね、密度そんなこそこそというわけではないんですけれども、もう右側とね、明らかに違いが分かっていただけると思います。で、この密度の大きな違いっていうのはですね、まあ、その瓶で、まあ、もちろん反芻したその類代がどうであるかとかね、慣れてるとか、もうそんなもん全部あると思うんですけれども、まずはですね、ここで、この動画で皆さんにお伝えしたいのはですね、見た目乾燥気味でしたよっていうのが、頭で想像してた通りに微生物が少なかったです。で、一応ね、これはあくまで一つの、まあ、指標として見ていただけたらなと思います。はい。でね、場面を変えたり、場所を変えたりとかして、これ動かしてますけどもね。もう大体どこ見ても異常に微生物の密度が右側は多いですね。で、まあ対流ちょっと動いてるように見えるんですけれどもね、あくまで水溶液で糞の水溶液を作ってるんで、まあ顕微鏡の上でもね、こういう多少流れはあります。で、今なんかは特に、分かっていただけると思うんですけどもね。はい。今、静止画になりました。こういう感じでね、どんどんこれから、こういう動画も出していきたいと思いますので、一つの、参考にしていただけたらなと思います。ありがとうございます。